どうも、笠木丸ロ、文系担当、藤の塔です。はい、今日はですね、日本史 B 出るとこだけ100問100頭の江戸時代通史編ね、やっていこうという風に思います。文化史に関しては、江戸、明治、大正、昭和のね、まあ、新しめの時代の4つの時代を、 1>, 1個の動画で100問100答でまた文化しだけをねまとめようという風に思っているので、今回はね通字編になっております。そして以前にもね3つ動画っていうので、まだね100問100答だから要するに300問300答を今できる状態なので、ぜひね過去作も見てほしいなという風に思います。 で、えー、お願いですね。共通テスト私立入試でよくよく出題されるところを抜粋したという感じになっています。だからマイナーなんとかは、まあ後半にはちょっと出してますけども、比較的出てないかなというふうに思います。そして、簡略化するためにだいぶ噛み砕いたね、表現もあります。そして、中約レベル、めちゃくちゃ簡単な単語っていうのは載せていないです。だから徳川家康とかそんなのは出てこないです。で、あと時代、ちょっと江戸時代の特性もあって、かなり時代が前後してるんですけども、ちょっとご容赦いただければなというふうに思います。ということで、やっていきましょう。 1>, 1、老中と三奉行が重要事項を会議によって採決する機関の名は「表情所」2、老中を補佐し、旗本を監督した役職は「若年より3、大名を観察した役職は「 大めつ4徳川家康が京都においた幕府の地方間の最高に位置する役職は京都祖師台。5家康が鋳造した全国に通用する貨幣は何 慶長小判。六。徳川家康が将軍職を息子に譲った後。ついて政治を担った役職は。大御所。八番。すみません、ちょっと七番抜けてますね。八番。千六百十五年豊臣氏を滅亡させた戦いは何。 大先生これ逆になってました7番秀忠の時代に出された大名の城を一つに限定する法令は何一国一条令9国に対する統制法令として出されたものは何 金中並びにグゲショハット十番、番「武ショハット金中並びにグゲショハット」を寄贈した人物は誰コンチ虫ン。十一、幕府に背く大名の所領の没収を何という?「海域」。 12、秀忠の大はじめに改役された有力大名は誰福島正則。13、幕府の約400万石の直轄領を何という幕僚。14、 1629年 C 事件のきっかけに上位した天皇は誰五水能天皇五水能天皇十五宗派の中心寺院である本山が松寺を統制していくという制度は何本松制度 16。寺院の断トが記された書物は何修文改め帳。17。大幕衆を開いた民の僧侶は誰人間隆起。18。 田畑を持ち県築長に登録されている百姓を何という本百姓。19年貢を村単位で請け負う制度を何という村受け制20租税の中で ただなどに対する本年貢を何という本と、ものなり。1山輪の利用は副業に課せられた税は小物なり。すみません、ちょっと日本語おかしいんですけども、ちょっとね、なんとなく指してほしいなというふうに思います。山輪の利用の税金ですね。十二 街道沿いの村々に課された人・人馬を供給する税は何天魔薬、助合薬、どちらでも OK です。23、1643年に出された土地の永久売買を禁じる法律は何 永代売買の金二十四千六百年に大分かっこ文庫に漂着したオランダ船の名前は何リーフデゴ二十五アメリカ大陸に最初に到着したとされる京都の証人は誰 田中将介26徳川家康の外交顧問となるリーフデ号の水先案内人であるイギリス人は誰ウィリアム・アダムズ三浦ンジンふきのとうはね一回読書感想文三浦ンジンで書いています27主院選貿易の中で日本からの主な 輸出品は何銀二28伊達政宗がスペインに派遣した家臣は誰長谷倉常長二十九、千六百九年 対馬の宗主と朝鮮との間に結ばれた条約は何杞憂約三十鮎太や日本人町の長は誰山田長政三十一 17世紀の主な輸入品は何キー ?321604 年にポルトガル商人の利益独占を拒むために作られた特定商人に仲間を作らせた制度は何という ドアップ制度331624年キリスト教と関わりの深かった〇〇線の来航を禁止した〇〇に入るものを答えなさいスペイン341633年〇〇線以外の 海外渡航を全面禁止にした○○〇〇に入るものを答えなさい「十書」351637年キリシタンが起こした反乱は何?「島原の乱」36 オランダ船が入港する都度海外事情について書かせた報告書は何?「オランダ風雪書き」37「江戸幕府4代目将軍は誰?」徳川家綱。 38番1651年に起こった浪人による反乱は何イ小説の乱 ?39 家綱の時代に緩和された死の直前に養子を迎えることを何という 松子陽40江戸時代起こった江戸最大の大化は何の大化 ?41 番5代将軍徳川綱吉が大学の神に任命した湯島聖堂を作った人物は誰 林方向。四十二。天文型の渋川晴美が作成した「暦」は何状況歴。四十三。元禄小判を発行した勘定吟味役は誰 萩原重秀44山崎安斎に朱子学を学んで人生思想の実現を図った会津藩主は誰星名正 ?45 室町幕府が粗悪貨幣の使用を禁止した方を何という メリゼニレーすいませんこれだけ室町のやつちょっと混じってました。46熊沢万山を登用した岡山藩主は誰池田光政 ?47 荒井白石が発行した良質な小判は何 聖徳小判4 8六代目将軍徳川家信が登用したそば用人は誰真鍋昭房49番1715年長崎貿易での金銀流出を防ぐ目的で出された法令は何 開白神霊この礼ね、私立の人は漢字注意しといてください。聖徳心霊でもいいですが、この礼の漢字は違います。50、荒井白石らの政治を何という聖徳の地。51、江戸時代米の脱穀に使われた機械の名は何 きんぴとよばれるこうにゅうひりょうのなかでいわしをげんりょうとしたものをなんという 星54住友が経営していた愛媛県の銅山は何別紙銅山 ?55 江戸時代を通じて標準貨幣になった1636年に鋳造が開始された戦火は何 官営通報56年ぐまいなどの市場に流れる商品を何というくらもの。57くらものの販売代金の保管にあたった人物の名称は何 家計や五十八蔵米を現金に両替する両替商金貸しを担った人物の名称は何札五十九大阪の有名な米の卸売市場の名は何 道島米市場六十江どのにうけ問屋をなんという徳くみ問屋六十一大阪のにずみ問屋をなんという二十しくみ問屋 62東まわり海運西まわり海運を整備した人物は誰川村健 ?63 富士川高瀬川鴨川などの河川の開発を行った人物は誰 墨の六十四西日本で使用されたのは金貨それとも銀貨銀貨東日本では金貨が使用されていました65長宝の改革時に活躍した江戸町奉行は誰大岡 助66徳川吉宗が実施した石高一万石につき米百石を上納する制度は何あげまい ?67 享保の改革で実施された豊作・共作関係なく一定の 年貢を徴収する制度は何上面法六十八徳川義宗が出した金銭対策の問題を当事者間で解決させる法令は何相対すまし令 69目安箱の意見から作られた江戸の病人治療施設は何小石川養生所70小6の者からも有能な人材を取り立てる人材登用制度は何 のせい十一、裁判や刑罰の基準を定めたものを何という九肩お定め書き。七十二、田沼意次が奨励した独占販売権を持った同業者組合は何 株仲間73株仲間かならえいとして受け取ったものは何金陣の流出を防ぐために貿易の支払いの際 用いた海産物を何という俵物75田沼沖次が工藤平介に影響され江戸地に派遣した人物は誰最上徳内七十六。76 松平定信が米の備蓄のために自装、車装といった蔵を作らせたことを何と言う囲い,い77松平定信が行った貧民救済のために彫費を節約させて積み立てを行ったことを何と言う 積金78松平が江戸の石川島に作った不老人無職人の収容所は何任職寄せ場79札差しに対し出された旗本御家人に貸した金を放棄させる法令を なんという。紀元令八十。松平定信が出した。農民の既存を奨励した法令は何。きゅうり帰納令。八十一。徳川家斉が。 寄せ場組合とともに設けた治安維持のための役職は何関東取締出役 ?82 文化・文政時代越後で反乱を起こした国学者は誰 生田よろず83水野忠邦が農民の機能を強制した方は何人返しの方先ほどのきゅうり機能例と比較して押さえといてください84水野が異国船打払い例を緩和して出した法令は何 浸水令。85水野が出した江戸・大阪周辺の土地を幕府の直轄地にする法令は何城地 ?86 岡山藩主池田光政が設立した合稿は何 木津谷学校87加賀藩主前田綱徳が招いた儒学者は誰木下 ?88 老の先輩を奨励した熊本藩主は誰 細川茂方89江戸後期に発生した貧農が小作料の減免を求めて村役人を襲撃することを何という村方騒動 ?90 財豪商人の指導により行われた。 大阪の株仲間の流通独占に反発して行われた訴訟を何という国国訴、国訴ででも大丈夫です。?91 黒砂糖の栓売を強化した薩摩藩主は誰図書広里。 92、勤勉制を行い、本百姓体制の維持を図った肥前藩主は誰鍋島直政 ?93、下関を通る船相手に商売をする腰に肩を作った長州藩主は誰 村田政府94豊臣秀吉が朝鮮出兵のために全国に発令した独自調査を何という人 ?951804 年長崎に来て通商要求したが断られたロシアの「施設は」は 誰。レザノフ。九十六。ペトロフ島に目標を立てた。千島探検家は。誰。近藤重三。九十七。千八百八年。イギリス軍艦が長崎に侵入し。 蒋介員を捉えた事件を何というフェートン号事件98何江戸時代瀬戸内海を中心に発達した塩の製法を何という入リバマ法99何 何江戸中期以降西回り航路では活躍した船の名称を何という北前線100何水野忠国に天保の改革を行わせていた時の徳川将軍は誰 徳川家康。はい、以上がね、100問になっております。じゃあ次回はね、明治から正午まで多分一気にね、100問書き抜けていくと思うので、次回の動画もお楽しみにしておいてください。またね、点数なんかもコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。では皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。